ありがとうございました。 隊長、お元気そうで安心しました。
ねえな、あれぐらいで。隊長、飯ちゃんと食ってんのか。マリア橘、桐島カンナ、リコーラ、ただいま着任いたしました。お久しぶりです、隊長。相変わらずですね。アタイらは帝国歌劇団だぜ。そりゃ大神藩が困った時はいつでも助けに行くのが花組の隊員ちゅうもんやで。隊長のおられる場所が私たち花組のいるべき場所でもあるのですよ。なんなんだこのいきなりなやつは。そやったんかいな。なんやなんでそうやな。いるはずの皆さんはどうしてパリに来てるんですか。ですからあなたたちの特別コーチとして。皆さんが特別コーチ。短く言えば特別にコーチする人なんですね。なごうなっとるやないか。隊長、手ごわそうですね。マリア橘です。よろしく。エリカ・フォンティーヌです。よろしくお願いします。こちらこそ。みんな、よろしくな。しっかりと飯を食って特に備えてくれ。飯食いました。よろしくお願いします。
よろしゅう。血を取って立てこもっています。この場合、何をすべきですか？はい、神様に祈りを捧げます。違います。では、コクリコ、その通り、よくわかったわね。私ってば間違えちゃいました。お前らしくていいんじゃないのか。まったく、笑っている場合ではなかろう。ないのは実戦重視だ。戦闘演習だからって気を抜くんじゃないぜ。弾はペンキの入ったペイントガンを使用する。当たれば結構痛いぜ。わざと当たりに行ってんのか。真剣なのはわかるけど、あいつ特訓の意味わかってんのかね。エリカさんたら、ほぼほぼなんて言ってる場合じゃないですよ。エリカはん、準備はええな。目の前の青いボタンを押してや。青いボタン？きっとこれですね。あれ、こっちにも青いボタンがある。あれ、こっちにも。あかん、備えに
失敗しちゃいました。で、どうなんだい？あの子たちの特訓の成果は？はい、パリ歌劇団全体としては予想以上の実力です。わあ、エリカ・フォンティーヌだけは全ての訓練において合格ラインを超えていません。エリカだけだぜ、前段食らったのは。対していきなり自爆スイッチをしたんはエリカハンが初めてや。というか、うち霊力の強さだけが花組の強さやないと思うんや。成績の良し悪しなんかより断然素晴らしい才能だぜ。エリカ班にはエリカ班なりのとこがあるんちゃうか。どうやろう大神班。そうやな、自分で見つけなあかん答えもあるさかいな。分かってると思うけど、エリカは大切な隊員だからね。ムッシュ、よろしく頼むよ。エリカのことは隊長に任せた。もっとも、あのドジが簡単に治るとは思えねえけどな。
私もそう思います。加えるならば、うちに秘めた霊力もですが。どういうことだ？説明しておくれ。あくまでも私の直感なのですが、エリカの霊力はまだ完全に目覚めていないと思います。奥の深さを感じるのです。全てを包み込むような大きな優しさに満ちた力を。エリカについては今後も注意して観察をしていけってことだね。では隊長、私たちはやり残したことがありますので行ってきます。はい、私はロベリアンがダンスを見てほしいというので舞台に行ってきます。うちは格納庫に行って後部 F をちょっといじらせてもらいますわ。あたいは特にすることがないし、厨房に行って本場のフランス料理でも食うよ。では隊長、私たちは行きますから、ご用があればお越しください。
どうですか。おかげで弾切れ。いやあ、ゴクリコのやつがさ、いろんな食べ物をくれるんだよ。じゃねえか。あたいも捨てたもんじゃないね。僕と一緒にマジックをしていた動物なんだ。でもよ、動物っつっても名前がクレオパトラだろ。綺麗な動物に違いないよな。クレオは美人のゴリラなんだよ。食べてるとこなんかもうほんとカンナそっくりなんだ。
映画か？初めて見た時からカンナって大きくって優しくってクレオみたいって思ってたんだ。分かってるって、あんな顔されて言われたんじゃ怒る気にもなれないさ。ってかコクリコ、お前本当にクレオが好きだったんだな。ヤマトナデシコなのですね。ヤマトナデシコとは奥が深いのですね。あんたは黙ってな。ちょっとしたゲームなんだからさ。ゲーム？あなたの言っていることは殺し合いにしか聞こえないわ。私の銃と彼女のナイフ、どちらの腕前が上か試してみたいというのです。勝利条件は相手を動けなくすること。決闘か。
ぜだ。これはロベリアがマリアに正式に挑んだ決闘だろう。グリシーヌ・ブルーメール、公正な立ち会い人として審判をさせてもらう。ルールは合図と同時に隊長の頭の上のリンゴを打ち落とす。それでいいな。隊長は殺しても死なない男だし、私はオーケーだよ。説得も無理のようね。隊長、隊長のことは必ず私が守ります。このコインが落ちたときは合図。行くぞ。今だ。そこ。お安いご用です。それより体調は大丈夫でしたか？怪我はないようですね。で、リンゴを射抜いたのは誰だ？ロベリア。だがこの勝利マリアの勝ちとさせてもらう。ん？どういうことだい？このナイフを見ろ。マリアは隊長に当たるはずのナイフを撃ち落とした。私のナイフに弾を当てただって？しょうがねえな。隊長のくしゃみのせいだ。タイミングは狂っちまったよ。あんた、ナイフが当たりそうになったのどうして避けなかったんだ？
ありがとうございます。隊長が冷静でいてくれたのでナイフが狙いやすかったです。信頼しているのだな、お互いに。チッ、面白くない。私はもう行くからね。私も失礼する。隊長、わかりませんか？ならいいです。さて、私も行きます。それでは。これ、後部 F 言うんやろ？こっつい絵来たいやな。うちも毎日のようにデートで後部階を整備してたけど、ここまで見事にはでけへんわ。お嬢ちゃん、若いのにいい目してるな。隊長さんよ、技術屋ってのはな、ボルト一本締めるのにも修練を積まなきゃならねえのさ。じゃねえか。技術と工具だけじゃ整備はできねえんだぜ。そうや、機械の整備や言うたかて大切なもんは2つあるんやで。なんやわかるか、大神はん。そばにおらんから大神藩のボケが鈍ってないか心配やったんや。おいおい、ボケや整備には大切じゃねえぞ。大切なもんってのは乗る人のことを考える愛情と自分の技術への信念。
うちもここの班長さんとはなんや昔からの付き合いがあるみたいやわ。嬉しいこと言うね。どうだい、俺の弟子どもの教育もしてやってくれねえか。でよっしゃ任したき。こんなこともあろうかと発明品を持ってきてあるんや。おい、コーランさんが特別に教えてくれるとよ。ほら、おめえら行くぞ。お願いがあるのですが。うちら明日ペートに帰るやろ。せっかく花の都パリに来たんやさかい。いいだろう隊長。この街に来たら今宵はプログラムを変装して皆様に特別なショーをご覧いただきます。マリア・タチバナ、霧島カンナ、リ・コーラン、皆様、存分にお楽しみください。パリに来た記念にステージに立ちたいか。つくづくスターの僕たちも前よりずっと強くなれた気がするよ。もう別れなんて本当に残念ですわね。店が終わったらそのまま送別会に突入だ。じゃんじゃん騒ごうぜ。エリカがいないよ。どこ行ったんだろう。
私ってやっぱりみんなのお荷物なのかな。やだな。どうすればいいんだろう。